メイデーパレード2014メイデーパレードとはアメリカ合衆国フロリダ州タラハシー出身のロックバンドである。2005年の冬に地元で活動していたローカルバンドディファイニング・モーメントとキットネームドシカゴのメンバーたちによってメイデーパレードが結成された。バンド名はメンバー全員が屋根に登ってウィンターパレードを見ながら時間を過ごすことが多かったこと。 そしてギタリストのアレックスがメーデーという言葉が好きだったことから名付けられた。結成直後に自主制作で1ステップ、テールズ・トールド・バイ・デッド・フレンズをリリース。その後も地道にライブ活動を行いながら助日メ度を上げていき、自主制作にもかかわらず結果的に1万枚以上を売り上げた。2006年秋になると、シュガー・カルトや、 フレーンホワイトティーズなどが所属している大手、インディーズレーベルのフィアレスレコーズから誘いがかかり、契約を結ぶことに成功。その直後の11月7日に、ファースト EP、テールズ・トールド・バイ・デッド・フレンズを同レーベルから再発売。そして約1年後の2007年7月10日、ファーストアルバム、エーレス・ンイン・ロマンティックスをリリースし、 ビルボードトップヒートシカーズにて31位を記録する。その後もじわじわと人気が広がっていき、結果的に10万枚以上を売り上げた。なお、このアルバム完成直後に、バンド内で主に作曲を担当していたギタリストのジェイソン・ランキャスターが脱退している。ちなみに、ファーストアルバムで聴けた2種類のボーカルのうち、渋くて低い方の声は彼のもの。九月には人気バンド、 パラモアと共に来日公演を行った。2008年春に人気ポップパンクバンドオールタイムローやザメイン等と共に全米ツアーを行った。2009年10月6日、セカンドアルバムエニーウェアバッ b ヒアをリリース。前作から2年近くを明けてリリースされたこのニューアルバムは全米アルバムチャートにて初登場31位を記録。ちなみに、ファーストアルバムで 主に作曲を行っていたジェイソン・ランキャスターが脱退していたため、今作におけるすべての作曲はデレック・サンダースとプロデューサーのデイビッド・ベンですが共同で行っているがメジャー作品ということもあり、以前の絵もインディーロックよりのインディーズテイストはかなり薄れている。このことについてデレックは後のインタビューにおいて当時少なからずレーベルからの圧力があり、 自由に作曲活動ができなかったことを明かしている。当然のごとく、リリース直後は、ファンの間で、大きな賛否両論が巻き起こり、ジェイソン・ランキャスターの脱退を嘆く声が多く聞かれた。2011年3月8日に、アコースティックミニアルバム、バルドスターをリリース。このアルバムには、既発曲のアコースティックバージョンのほか新曲、アンバーリンと、テリブルシングスが収録されている。 その後、インディーズレーベルのインディペンデントレーベルグループへと移籍。そして同年、10月4日、サードアルバム、メイデーパレードをリリースし、全米アルバムチャートにて初登場12位を記録した。今作では、インディーズレーベルからのリリースということもあり、プロデューサーには、ファーストアルバムを手掛けたジャック・オドムケネス・マウントを再び起用しており、サウンド的にも、 デビューアルバムの頃のテイストへと戻っている。2013年2月15日、第4弾出演アーティストの一組として、ロックフェスティバル、プンクスプリング2013出演が発表された。同年3月30日に、大阪、翌日に、東京での公演を行った。2013年10月8日、4枚目となるアルバム、モンスターズ・イン・ザ・クローゼットをリリース。 2014年11月28日、来年3月より、新しいアルバムの制作が始まることを、ジェイク・バンドリックのインスタグラムへの投稿で明らかに、される。2015年10月9日、5枚目となるアルバム、ブラック・ラインズをリリース。詳細は、A、メーデー・パレード・ディスコグラフィを参照。ありがとうございます。